にある丹立新言宗の寺院本尊は、不動明王。四国三十六不動令状第三十五番の札所に、なっている。本堂昭和三十年五月十一日、ノームの瀬戸内海で、修学旅行生を乗せた、右行連絡船のシウ丸が、車両渡船の第三右向丸と衝突、沈没して百六十八人の犠牲者が出た。その供養のためとして、 全通寺保守、亀貝遊泳大僧城と同志が創建し、同院寺が開館した。四国最大の高さ8メートルの金色のなきり不動村が立ち、その体内には犠牲者のための社協が収められている。市営墓地の下の道路脇に駐車スペースがあり、その前の寺名席中横の石段から墓地の中を上がっていくと境内がある。また、 その峰山町への道路をさらに上へ走行し、カーブからの道を入っていくと境内に至る。当時の侵入口を通り過ぎて、約500メートル行ったところに、折口があり、約20メートル下ると不動堂がありたきはその背後に、ある。また、山側を約200メートル登ると大指道が、さらに約100メートル上がると、薬師道がある。江戸時代に、初代高松藩主、 松平より主が修行の場として山間を建てたのが始まりである。現在波行泉寺の境外仏堂で不動堂は平成10年9月に新築されている。ありがとうございます。